女子棒を制するには飢餓にビビり切った体を理解することが大切だと思います。バズーカ岡田です。まあいろいろ考えます。いろんな、ポイントがあるなというふうに思います。食事のことですね。女子棒、まあもうそろそろ4月ですから、夏に向かってね、肌の露出、がありますから、絞りたいという人が増えてくる、筋肉繁忙期の、がやってきたと思います。でその中で、ね、女子棒いろんなポイントがありますけども、まあ、一つ私が考えるポイントに、まあ、この数百万年飢餓にビビり切ってきたこの体をどう理解してそれに対応するかということが、あります。皆さん思い出してください。食事のタイミングがずれて食べる感覚が飽きすぎると、まあ、空腹感がぐーっと上がってきますよね。そうすると、じゃあご飯行こうってなった時に、なんかすごく高カロリーなものを頼んだり、まあ、一品余分に頼んだり、あるいはコンビニで何か買おうとすると余計なもの買ったりするという経験ないですか。まあ、これが、私が言う切れ食いなんですよね。この切れ食いをね、発動させないというのがとても大事なんですね。まあ、切れ食いが発動すると、またねその食べた感覚が食べるという感覚をね思い出してしまって、まあ、食べるのはいいんですよ、食べるのはいいんですけど、高カロリーなもの、味のパンチ力の強いものを感じてしまうとね、また欲しい、まあ、中毒性があるわけですよね。まあ、この切れ食いを、一つのトリガーにして悪い方向に、流れていくと、まあ、そしてもう体が崩れていってもういいやってなってしまうというケースもあります。まあ、あるいはねそこまでいかなくても、大幅に遅れていくことがあります。ということでこの切れ食いをねどう起こさないかっていうのが、まあ、女子棒の中での大きなポイントなんじゃないかなというふうに私思ってます。まあ、この切れ食いというのはでも人間の、この数百万年の歴史に、において形成された非常に重要な機構だと思うんですね。まあ、こんなに食べ物が豊富な時代というのはもう本当最近のことですよね。この600万年700万年の、人類の歴史を考えた時に本当天のような期間だけですよ。ここまで食べ物が多いのは飢餓で死ぬ人よりも糖尿病に関連した病気になっている人の方が圧倒的に多いという異常事態になっているわけです、この地球上。まあ、飢餓にね数百万年耐えてきたわけで、これに警戒するように体ができている。お腹が空いたらたくさん食べて、なるべくエネルギーを蓄えようとする。これは当たり前ですよね。生存戦略上正しいと。だから体脂肪にしやすい、脂質糖質の塊が美味しいと感じるわけですよね。だから、まあ、チャーハン、ラーメン、ピザ、パスタのような炭水化物、脂質、塩の塊を食いたくなるわけですね。で美味しいと思うわけです。これは、まあ、極めて理にかなった機構だなというふうに思います。一方でもこの飽食の時代においては、体脂肪蓄積という形でネガティブに働いてしまうというようにも思います。なのでこの切れ食いをね、この600万年700万年のこの切れ食い、飢餓にビビり切った体が作り上げた切れ食い、これをねどう対応するかっていうのは本当大変な問題だなというふうに思うんですけど、まあ、私なりには、まあ、一つ解決策があってね、消化がねゆっくりしか進まないものをよく食べるということなんですよね。まあ、なので食物繊維が豊富なものをよく食べるっていうのが本当重要だなというふうに思ってます。私もね、いろんな、穀物食べます。穀物、麺もパンも米も食べます。で米もいろんな種類食べます。白米から玄米、雑穀米、まあ、あるいはオートミールまでね、いろいろ食べます。で、まあ、そういうふうに食べてるとね、本当に食物繊維が剥ぎ取られた白米、これめちゃくちゃ美味しいなっていうふうに思うんですよ。これ前もね言いましたけど、私白米がもう甘すぎてもうスイーツなんじゃないかと思うね、白米のスイーツ化と呼んでますけども、まあ、こういった、ポジティブな効果もあります。まあ、それぐらいねでも白米が甘くて、そしてすぐ消化されるという感覚があるんですね。一方その食物繊維がいっぱいあるようなね、オートミールなんかは、すごく甘いって感覚はほぼないですし、すぐ消化されるというよりも腹持ちがいい感覚の方が強いですよね。まあ、メリットデメリットですよね。美味しくてすぐ消化されてすぐエネルギーになる白米、甘みは少ないけども腹持ちが良くて切れ食いを起こしにくい、まあ、食物繊維豊富な穀物、オートミールとかね、
まあ、こういう特性を理解して食べるというのはとても大事だなというふうに思います。白米が悪いわけでもないです。オートミールだけがいいわけでもないです。自分が、次の食事までどれだけのタイミングが空くのか、次の食事までの間腹が減るような行動を取るのか取らないのか、例えばトレーニングしてるときって腹減らないですよね。まあ、といったことを考えて食べていくと、いいなというふうに思ってるんですね。あともう一個の、ソリューションが、小腹が空いたらね、食べちゃうんですよ。で、私が食べてるのはこれです。シックスパックプロテインバー、これはね、タンパク質 20g 入っていて、脂質が、0.9g しか入ってないです。まあ、これをね、食べちゃうともう小腹が落ち着いちゃうんで、ドカ食いする気、切れ食いする気にならないですね。ということで、切れ食い抑止力を食べてます。なんかお腹空いたらね、考えないでこれ食べちゃった方がいいです。ということで、常に忍ばしておくと有利ですね。で、まあ、このシックスパックプロテインバー、よくね、ネットでまずいとか叩かれてるんですけど、これ、それはね、普通のプロテインバーは脂質も糖質も高くて美味しくできてますよ。でもこれ脂質糖質下げまくってるんで、味の部分では当然そういった他のバーには、なかなか追いつくことはできないと思います。ただ栄養スペック的に、評価できる部分があると思いますので、そういった方はぜひ食べてもらいたいと思いますし、まあ、私自身はこれで十分美味しいというふうに感じてます。まあ、何を取るかですね。白米も玄米も普通のプロテインバーも、このシックスパックプロテインバーもそれぞれメリットデメリットありますが、それを理解してね、攻略していくというのがとても大事なんじゃないかなというふうに思います。このね、数百万年にわたる飢餓、この飢餓にビビり切って備わった切れ食い、これをね、どう制するかがポイントだと思いますので、まあ、食物繊維とね、お腹が空いたらシックスパックプロテインバー、まあ、こんなのをうまく活用してぜひ乗り切ってもらいたいというふうに思います。世界一細かすぎる筋トレ栄養辞典にも載ってますので、ぜひ、チェックしてみてください。ということで、飢餓にビビり切った体、切れ食いを制御しろというお話でした。バズーカ岡田でした。